Thank mm -hmm. you. Please tell me, who created NAzca lines? Of course, we did. You say you did, Of course we did. Then what for? did you create lines? We did create lines for humans. For humans? Yes, yes, of course, yes. Someday in the future, humans will reveal these facts and humans will know the real history of humans with us. See, each line in Nezca shows a direction to each ruin on Earth and Humans will know what the each ruin is for humans. You see, Nazca lines are a sort of ancient history record for humans. In a sense, Nazca lines are our inheritance to humans in the future, like you. You will know the real history of humans. With these lines. Inheritance for humans? Yes, of course. Through these lines, then humans will know what they are and where they are from, and they will know that humans are sons and daughters of god. this is the answer to nazca lines. nazca lines are inheritance from martians to humans to let us know the real history with god. nazca lines are 私たたち地球人に残したつまりは歴史的遺産ということになりますこのような形で火星人たちは人間に遺産を残してくれましたその遺産によって私たち人間は人間と神々の真の歴史を知ることができるようになりました広しはや市ハママ・ジャパン ナスカのあのライン群は誰が何のために引いたものでしょうかその謎を解く鍵がアメリカのあのエリア51にありましたまず皆さんをナスカ高原へ案内しますナスカ高原ですこのナスカ高原には無数のラインが引かれていますがその中でも特に際立ったこの やや左にあります白いラインに注意してください一般にはグランドクロスと呼ばれているラインです長さが10キロ以上幅は20メートルから40メートルありますこのラインは進捗線に正確に正確に正確にエリア51の方向を示していますこの黄色いラインは正確に正確に正確に,正確に エリア51の方向を示していますエリア51はアメリカでも最も重要かつ秘密基地ということになりますそのエリア51の51は11種ゲマトリアつまりユダヤの暗号によれば火星を意味します火星ですそしてこのナスカおよび やや北方のパラカスではこのような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています縦長長頭人間です。ではこの縦長長頭人間は誰でどこから来たのでしょうかその謎を解くヒントをあのゼカリアシッチンが残してくれましたこの 本のののページの中央部の差し絵に注意してくださいこの挿絵の中央部に書かれている人物に注意してください左に書かれているのが六房星火星は太陽系の惑星を外側から数えて6番目ということになります地球が7番目そして金星が 8番目ということになります。六芒星イコール、火星のシンボルマークということになります。この写し絵の中の右から2人目中央に描かれている、この人物に注意してください。イギギです。そのイギギについて、ウィキペディア・エングルシュには次のようにあります。イギギ was a term used to refer to the gods of heaven in Sumerian mythology. Though sometimes synonymous with the term Anunnaki, in one myth, the Igigi was the younger gods who were servants of the Anunnaki until they rebuilt and were replaced by the creation of humans. Uh, it's と考えられていた。そして「イギギ」はアヌンナキの同意語として使われることもあったそのイギギは反乱を起こし人間の想像によって置き換えられるまでイギギはアヌンナキの召使いであったとこれがその遠藤印象と思われる図柄の説明文ということになります 差し絵についてですね左上に書かれているのは火星であり中央に書かれているのがニビルつまり横切る星であると説明していますがここで注意していただきたいのは中央のその人物ですこれが太陽と世界的湿チが解いていますそしてこれがイギキ 火星から来た人というう意味だそそですそして左上に六芒星が描かれています。まあ、ここから火星人ということを世界シッチングは判断したのだと思います。そしてその中央の人物の左右に人間らしき人物が描かれています。まあ、かなり大柄な人間ですから神だったかもしれません。この手をかざしている点に注意してください。右はですねエジプトの壁画に残っている 絵ですけども皆手をかざして挨拶をしています、まあ、このような形で古代の人たちは相手に挨拶をしたわけですけどもまあ大抵は目下の人が目上の人に対してこのように挨拶しているということになります目上の人が目下の人に同じように挨拶している絵もエジプトの壁画に残っていますそれはともかくもこの人物に注意してください 異様に頭が上方縦長に長くそして頬骨が出ているのがわかります、えー、少し回り道をしましたので最初の話に戻りますナスカですナスカのグラントクロスに注意してください縦線ですね今黄色いラインでそれを示しましたこのラインは正確に正確に正確にエリア5 1の方向を示しています51というのは11種ゲマトリアによれば 火星を意味しますここが重要です51というのは11種ゲマトリアによれば火星を意味しますこの黄色いラインはナスカ高原の中にあっても際立って目立つラインということになりますつまりナスカ高原の中においてはラインの中のラインラインの王ということになりますそしてナスカおよびその北方のパラカスでは このような縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上発見されています。縦長長頭人間です。その頭蓋骨と、先ほど紹介しましたイギギの絵と比較してみてください。イギギと中央下の縦長長頭人間の頭蓋骨です。私、林宏士は、成川周辺の、例えば、 ツタンカーメン王家族の頭蓋骨およびドゴン族のアーティファクトに残っている横長超頭人間の頭蓋骨と区別してパラカス周辺のこの頭蓋骨を縦長,長頭人間と呼んでいます。それはともかくもこの縦長超頭人間の頭蓋骨と左側イギギの頭の形が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。 長いい頭そして出っ張っ張た頬骨ととうことになりますえつまり向かって左側この人物がイギギ火星人ということになりますから当然向かって右側のこの縦長超等人間もイギギ火星人ということになりますこうしてゼカレシッチンの解読した謎と エリア51とそしてナスカ高原のライン群がつながりましたで結論ということになりますナスカ高原ですこのラインがナスカ高原のラインすべてを代表しているということになりますそしてそのナスカ高原はエリア51とつながっていますつまりエリア51は 地球における火星人の基地ということになります。あなたの声がこう聞きました。誰がナスカラインを作ったのですかもちろん私です。私たちが作りました。あなたの声がこう聞きました。では何のためにナスカラインを作ったのですかもちろん 人間のためですよ。あなた方、人間のためですよ。え、人間のためですかもちろんそうですよ。いつの日か、人間の皆さんは、こうした事実を暴き、そしてこうした事実を知るところとなるでしょう。そしてそのとき、人間の皆さんは、私たち火星人との歴史を知るところとなるのです。 ナスカ高原のそれぞれのラインはそれぞれの遺跡へとつながっていますそしてそれぞれの遺跡との関連性をこのナスカ高原のラインを知ることによって皆さん地球人も知ることができるのですえつまりねナスカのラインというのは人間の皆さんのための言うなれば歴史の記録書ということになるのですわかりますか つまりねナスカラインというのは未来のあなた方のような人のためのつまりは遺産ということになるのですこれによって皆さんは人間の真の歴史を知るところとなるということですあなた方火星人が地球人のために残してくれた遺産ということになるのですかそうですもちろんそうです あなた方人間はこのナスカラインの謎を解くことによってあなた方が何であってそしてどこから来たかを知るところとなるのですいいですか皆さんあなた方人間は神の息子たちでありそして娘たちなんですよそれをこのナスカラインによって皆さんは知るところとなるのです Bye for now. today's point is that you can see number 51 in the painting of mona lisa. also, you can see the scene of mars in the painting of young mona lisa or isleworth mona lisa. number 51 stands for mars in jewish gematria. Area fifty-one in USA was a Martian's base on this planet Earth. The vertical line of the Grand Cross in Nazca Plateau shows the direction sharp to Area fifty-one, and Leonardo had a friend named Igigi with a vertically elongated skull. Who came from Mars? In this way, Mona Lisa, Mars, Air 51 USA, and Nazca are connected with only one person named Leonardo da Vinci, who had a Martian friend. And you may ask me why because Parkas is their homeland for Martians Hiroshayashi Hamama City Japan Ladies and Gentlemen, this is Area 51 and what is Area 51 for humanity? Here is my answer to the mystery of Area 51. Wikipedia English writes about Area 51 as follows The United States Air Force facility, commonly known as area 51 is a highly classified remote detachment of edward air force base within the nevada test and training range. according to the central intelligence agency, or cia, the correct names for the facility are hermie airport and gloom lake, though the name area 51 was used in a cia document from the vietnam war. The facility has also been referred to as Dreamland Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as Restricted Area 4808 North. The Area 51 is and has been Martians' Base on Earth. Here is its evidence and proof アメリカでも最重要の数、最も機密性の高い空軍基地がエドワード空軍基地通称エリア51と呼ばれている基地です CIA はその基地をホーミー空港と呼んでいますがそこは今も今までも火星人たちの地球における 秘密基地でした。その証拠と証明を。この動画の中で。皆さんに。ご覧いただきます。広志林。浜松 city japan。林宏の。ナスカ。理論による。証拠と証明。最初から。 もう一度説明します。エリア五十一です。このエリア五十一の中心部からナスカに向かってラインを引きます。皆さんをナスカ高原へ案内します。そのナスカ高原には長さ十キロ以上、幅二十メートルから四十メートルの長大な ラインがありますグランドクロスと呼ばれているその縦線です左上から引いてきたラインがエリア51から引いてきたラインです注意深くご覧ください黄色い細いラインがそのラインです左上から引いてきたラインがエリア51から引いてきたラインですそのラインは寸分クロろあ正確に正確に正確に グランドクロスと重なりますもう一度やってみますから注意深くご覧くださいここが今日の最も重要なポイントです黄色いラインはエリア51から引いてきたラインです黄色いラインに注意してくださいそのラインはグランドクロスの縦線と正確に正確に正確に重なりますつまりグランドクロスの縦線は エリア51の方向を示しているということになります地上に降りてそのラインを南から北へ登ってみますこのラインです長さが10キロです幅が20メートルから40メートルありますこのラインは正確に正確に正確にエリア51の方向を向いていますつまりナスカ高原のこのライン群はすべて エリア51を意識して作られたラインということになります。バイ林博史のラスカ理論による証拠と証明ということになりますが、それだけではありません。また、それだけで満足しているわけではありません。もう一度、皆さんをエリア51へ案内します。エリア いろいろな名前で呼ばれていますがエリア51というのが最もよく知られた名前ですがエリア51とは何かエリア51の51は何を意味するかその意味を知っている人は2018年の7月現在私林宏と T ・ M、C、以外、誰も知りません。またそれについて説明した文章証拠は何もありませんとなるとなぜエリア51なのかなぜ51なのかという謎が湧いてきますそれを説明する前にまず皆さんにエリア51を見ていただいています誰が 何のために建設した空軍基地なのでしょうかまたなぜこれほどまでに厳重に管理された空軍基地なのでしょうか謎が謎を呼びますがその答えはこの51という数字にありましたその謎を解く鍵が あのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるモナ・リザの中にありましたモナ・リザの絵の中に51という数字が隠し込まれていましたタケさんという方の大発見ですその51は何か51というのは十一種ギャマトリアユダヤの暗号によれば 火星という意味です。そしてモナリザもう一枚のヤング・モナリザ通称アイル・ワースのモナリザと言われている絵の背景には火星の様子が正確に正確に正確に描き込まれていました絵というよりは写真としてその絵の中に描き込まれていましたこれが エリア51の上空で撮られた写真ですモナリザです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるモナリザです。この絵の背景に「51」という数字が隠し込まれていました注意深くご覧くださいこの赤枠で 囲んだ部分です左右反転し明度を上げてみますするとここに5、1という数字が浮かび上がってきます中央に5ですねそしてその下に1という数字が見えますえつまり11種ゲマトリアによればですね51つまり火星ということになりますそして レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はモナリザそしてヤング・モナリザアイル・ワースのモナリザの絵の背景に火星の様子を正確に正確に描き込んでいましたここに5という数字があるというのは武さんという方の指摘ですそしてその5という数字の下に1という数字があるということを タケさん並びにワイルド・スタイル・カスタムズさんより指摘していただきました51つまり11種ゲマトリアユダヤの暗号によれば51は火星を意味しますつまりモナ・リザヤング・モナ・リザの背景になぜ火星の大地が表現されているかこれでその理由がわかりました ここがこの動画の第2の重要なポイントですから皆さん自身の目でもう一度確認してくださいモナ・リザの絵の背景に5、1という数字が隠し込まれていました当初私はですねこの1を探したわけですけどもこれかなこれかなもう一度 絵を拡大しし皆さん自身に確認していただきま,す,左右を反転します,するとここに5と1という数字が現れてきます。5、1です。5、1です。つまり1500年後のイエスはこのような形で500年後の私たちにメッセージを残したということになります。5、1ですね。いつか君たち人間は この事実に気ががく時が来るだろうその時君たち人間は私が何であったかを知るだろうそして同時に君たちがどこから来て誰であるかを知るだろう君たち人間よ君たち人間は神々の息子であり娘なんだよと五一にはそういう意味が含まれます繰り返しになりますがモナ・リザの絵そして ヤング・モナリザの絵の背景には火星の大地そして火星に入える樹木が描かれていましたとなるとこれらの事実ナスカの直線そして5一ネリス空軍基地をエリア51と呼ぶそうした事実をどう考えるかということになります 一つの仮説がここで立ちますつまりもともとエリア51は火星人の地球基地であったという説です。林博ですそしてその基地を何らかの形でアメリカ軍が発見したそしてその基地を自分たちの基地として利用するようになったということです。つまりエリア51はもともとは火星人の基地であった ということになりますまたそう考えることによって今までの謎が全て評価します こうしてエリア51とナスカ高原のラインがつながりましたがなぜナスカなのかということですけどもそれについての動画はこの後につなげておきますからどうかご覧になってくださいナスカそしてその北のパラカス地方はまさしく火星人の地球の故郷であったということになりますでもう一度 最後にナスカラインを確認しておいてくださいエリア51からナスカに向かって線を引くとそのラインは寸分の狂いもなくティオディ・ワカンあるいはププカティ・ペティザンを横切りそしてナスカ高原のこのラインと重なりますナスカ高原で最も長大かつ太いラインですこの黄色いラインは左上からのラインは エリア51から引いてきたラインです皆さん自身でもご確認できると思いますそのラインは正確に正確に正確にナスカ高原のグランドクロスの縦線と重なります長さは1 0キ,キロ以上幅は2 0ルから4 0ルあります高い宇宙の上空から見て初めて確認できるラインということになります が、それでもあなたはこのラインは人間が引いたものでありそしてエリア51を正確に指し示しているのは偶然と言い張りますかあとはあなた自身の判断ということになりますではなぜナスカなのか続く動画をどうかご覧になってください bye for now Mr. Jason Clavito writes in his website that the Nazca astronaut, known to archaeologists as the Owl Man, is an etched geoglyphos in human form approximately 100 feet or 30 meters high, situated between two etched parallel lines on a hill near the Nazca Plateau, such that it could be seen from the coast, the long-time scholar of the Nazca drawings, Maria Re named the figure the Owl Man," when she published the first aerial photograph of it in her nineteen forty nine book, "The Mystery of the Desert," which suggested an astronomical purpose for this and other Nazca etchings. The image. ナスカにはナスカのフクロウ人間現在はナスカの宇宙飛行士としてよく知られている地上絵があります高さは三十メートルですその地上絵が世間に知られるようになったのは マリア・レイチェが1949年に書いた「砂漠のミステリー」という本だそうですそれはともかくもこの地上絵は何のためにここに書かれたものなのでしょうか丘の上に書かれているため遠く離れた海岸からも見ることができるそうです「広島市浜松シティジャパン」 それでは皆さんをフクロウ人間の絵の描いてある場所へ案内しますナスカの地上へイコール道路標識施設 by 林宏です例えばサルの絵がありますがあのサルはスリランカのラバナシンつまりラバナサルを表したものであるまた渦巻きはヘビパレンケのヘビあるいは カラクムルののを表したもでハチドリはパレンケのハチドリを表したものであるさらに三角と言われている地上絵がありますがあれはウラウン山を示したものである少し離れたところにありますルリパタの地上絵はギアナ高原のペモン族を表現したものであるなどなど 今ご覧いただいているフクロウ人間もその中の一つであるということですそこでゲザーのピラミッドナンバー2からそのフクロウ人間に線を引いてみますゲザーのピラミッドナンバー2ですここからペルーのナスカに向けて線を引いてみますこれは2013年の地上絵ですけども その線はまっすぐとこのフクロウ人間を縦に割りますつまりこのフクロウ人間はギザのピラミッドの方向を示しているということになりますただ粘土によってはギザからのラインがこのフクロウ人間を縦に正確に割らないことがありますそれは Google Earth がですね ナスカの地上絵を写真に収めるときに斜め上方から撮った場合にそのような狂いが生じるものと判断しますそこでナスカの地上絵の周辺の直線がですね直線になっているかどうかを見ながら判断しますつまり真上から見た場合にはその直線は直線になっているからですやや斜めから見た場合にはその直線が凸凹になっています そういう考え方で見ると、ですね、順に2016年、2014年、2013年と続いていますけれども、2013年のこの地上絵は、ほぼ真上から写真を撮ったものと判断できます、そういうことからです、ね、このフクロウ人間は正確にギザのピラミッドの方向を示していると、私、林宏は判断しました。 例えばこれは空中撮影によって撮られた袋人間ですけども撮影する角度によってですねラインが左右に揺れている点に注意してください真上から見た図形でないとこのように線がそれぞれの方向を示すということですついでですががこの辺りの様子が どのようにになってているかも簡単に調べてみましたこの,地この辺りに支点を置いてその辺りがどうなっているかを調べてみました最初に小さな小山が見えますこの小山の向こう側に袋人間が描かれていますこのような地形になっています反対側ですでさらにぐるっと回って そしてて元の場所に戻ってきますここが元の場所ですナスカのフクロウ人間だけを見ていると何が何だかわけが分からなくなりますがしかしこのような道路標識はあちこちにあります三叉ササの大食材もその中の一つです三叉ササの大食材へ皆さんを 案内しますこの岩盤にもやはり地代絵が彫り込まれていますがこれは道路標識ですそれぞれの角あるいは枝分かれしているところに点を取りますこのラインはプーマプンクを示していますこの方式はブライス・インタグリオスの方式と同じですこうして点を取りそして線でつなぐとこのラインは クスコの方向を示していることがわかりますそしてこのブルーのラインはナスカの方向を示していることがわかりますで、このプーマプンクからのラインはこのナスカの滑走路と正確に重なりますこのナスカの滑走路はプーマプンクの方向を正確に正確に示していることになります 緯度、経度はここに示しておきますから皆さん自身で確認してください。そのプーマープンクからアタカマジャイアントに線を引きます。アタカ,モアタカマジャイアントです。地球上で最大の地上絵ということになっています。目と口をつないだラインがプーマープンクの方向を示しています。そして縦線は正確にギザのピラミッドを示しています。まあ、こののように他の道路標識と 並べて考えますとこのフクロウ人間つまり宇宙飛行士も道路標識と考えられるわけですまたそのように考えてどうして間違っているということになるのでしょうかで結論ということになりますがナスカのこのフクロウ人間がギザーのピラミッドの方向を示しているという前提に立つならば この袋人間は何らかの形でエジプトと関係があるのかということになりますまたその可能性はないとは言えませんただ先ほど見ましたように Google Earth で紹介されている写真がですね必ずしもいつも真上から撮られたものでないということでラインがずれる場合がありますこのような斜面においてはですねカメラの位置が斜め方向にずれると そのラインもずれるということもあるとととといいううここもあですそれはともかくもこのフクロウ人間が何らかの形でエジプトと関係があるのかないのか似ているとするならばですねやはりミイラの図と似ているのではないかと思いますそして先ほども言いましたようにこの地上絵は遠く海岸からも見えるそうですでエジプトの壁画の一枚をここに皆さんに紹介します 雰囲気的にどこか似ているような感じがします。特に半分に2つに割るとですね、一番右のミイラの形に似ているのではないでしょうかというふうにも考えられるということです。この袋人間は何を表しているのか今はペンディングという状態にしておきます。Bye for now! Hello, this is Hiroshihaya Shi, Hammam a City Japan.Homeland for people from Mars, Missity of Valley of Fire. 火星から来た人たちの故郷、謎の火の谷。今日は謎の巨人の話をします。道路標識。地球には4人の巨人がいます。1人はナスカ、ナスカの宇宙飛行士です。 UK のサン・アッバス・ジャイアントです。そしてアタカマ・ジャイアントですね。でもう一人は USA のプライス・インタグリオスです。これらの四人は何のためにどうして地上にいるのでしょうか。今日はその謎に挑戦してみますがこれらはまさしく道路標識なんですね。が 考えてみるとおかしなことですね。エイリアンともあるお方,お方がですね、なぜ地上に道路標識など必要とするのでしょうか。人間だってナビゲーターは持っていますよね。何のために、どうして、なぜ彼らはここに立っているのでしょうか。その前に、これらの4人について調べてみます。 ギザのピラミッドから線を引いてみます。ナスカの宇宙飛行士です。まっすぐと縦にあります。ということは宇宙飛行士はギザのピラミッドを示しています。UK のサン・アッパス・ジャイアントです。ここにはルンビニから線を引いてみます。釈迦の生まれ育ったルンビニです。この立っているものは正確にルンビニを示しています。そしてアタカマジャイアント。ギザのピラミッドから線を引いてみます。 すると、その線はまっすぐ、アタカまるジャイアントを割ります。ということは、アタカまるジャイアントはギザを示しています。で、ブライス・インタグリオスは簡単ですね。北極から線を引いてみます。北極点からね。なあち、これらの4人のジャイアントは、それぞれ4つの拠点を示しています。が、ちょっと待ってくださいね。で、もう一度喋り直してみますと、 これらの4人の巨人は別の場所を示していることはわかります。なわち、ギザのピラミッドの方向を示しながら、実は、えー、オランティータンボを示しています。その真直線下にオランティータンボがあります。それから、サンアッパスジャイアントは、ルンビルを示しながら、カスピシ海の東岸の砂漠地帯のどこかを示しています。まだと場所は特定できていません。 そして、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その途中のサラーデコイパサを示しています。で、残ったブライス・インタグリウスは、北極の方向を示しながら、どこを示しているかという問題が出てくるんですね。で、今日はその問題について、一つの例として考えてみます。ブライス・インタグリウスの巨人は、 何を、どこを示しているのかという問題なんですね。しかし、その謎は簡単に解けます。ネバダ,ネバダの火の谷ですね。で、ブライスインタグリオスから0.00度で北に線を引いてみます。その線は、進捗線に火の谷へ向かいます。 ここが火の谷です。真っ赤な大地ということから火の,の谷と呼ばれるようになったそうです。まあ空から見るとそれほど赤くは見えないんですけどもね、写真の中には真っ赤なものがあるんですよ。ここなんですね。この火の谷のまあ山の頂点からナスカに線を引いてみます。 こういうケースの場合、一番高いところの頂点から引いてみると大変わかりやすいですよ。ここがナスカです。この滑走路の向かって右側の方を見てください。まっすぐと線が重なりましたね。ということは、この滑走路は火の谷を示しているということなんです。もう一度やってみます。緯度経度はここに示しておきます。で、今度は反対側、今の 滑走路同じ滑走路の今度は向かって左側です。ここを注目してください。この線は実はプライス・インタグリオスから引いてきた線なんです。重なりましたね。これでもう確定的ですね。必要十分条件を兼ね備えました。なあち、これの滑走は右はバリオファイア、左はプライス・インタグリオスを示しているということなんです。こうしたケースは他にもあります。 左の方がアタカマライン。そしてこれがサン・アッバスラインで、同じように、まあこの辺に、えー、巨人の空の線が集まっています。丸のところで重なっていることに注意してください。では、ナスカ理論をもう少し説明します。同じプラットフォームで似たような場所を示すケースは多いです。ユンギャン。それから左がリュウモンです。ですから見た目には区別,区別がつきませんね。同じエイリアンが同じように関与したということなんです。 それから、カラルと、それから、シカンです。これは二つも同じエイリアンが関与しています。ですから、同じプラットフォーム、ランウェイから出発しています。それぞれ移動経路はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。そして、大変面白いことに、これが富士山から引いてきた線。左が桜島から引いてきた線です。 あるんですよ。そして、富士山から引いてきた線は、この奇妙な形をした地上への上を横切ります。これは、日本の本州を示しています。そして、線と線が重なったところが、ちょうど、日本の富士山の位置と一致します。これは、ナスカの中の日本というテーマで、以前ビデオを作りましたので、詳しくはそちらの方でご覧ください。 わかりますか正確に、一見雑な絵のように見えますけれども、正確に富士山の位置、それから日本の本州の位置を示しているのがわかります。なあち、左が富士山からの線ですよね。そしてその横切るところに、ちょうど日本も、日本と言いますか、本州の日本が、富士山があります。では、火の谷に戻ってみます。 この日の谷をご覧ください。誠にもって、なんて言いますか。はい。奇妙な山であります。そして山の、えー、やや北側ですかね。こんな、まあ、自然にできたとは、とても言い難い。平らな土地がやっぱりあるんですね。なぜ平らな土地かもう皆さん分かりですね。着陸台なんですね。 ここには勝手巨大な UFO、彼らの乗り物が着陸したと考えられて、考えています。そしてこの死の谷の写真をよく見てください。で、この死の谷、えー、昨日は火の谷とでごめんなさいね。えー、サラデコイパサと見比べてみます。 ボリビアのサラデコイパサです。これは以前、火星人のから逃れてきた人たちの故郷であると証明いたしました。この、えー、サラデコイパサの大地と、そして、火の谷、バレーオファイアと比べてみましょう。上がサラデコイパサ。下が、えー、ァバレーオファイアです。 色を落としていますと区別がつきませんね。ということは、これらが、これ、こうした土地が彼らの好みなんですね。では、ブライス・インタグリウスの答えを示します。先ほどここにクエッションマークを書きましたけども、ここに書く、おお置かれるのが当然火の谷ということになります。Valley of Fire になります。そして、えぇ、ー、elongated b e n c コンヘッドマンはですね、 カスピ海の東、それから、アタカマでも活躍しています。そして、多分、アメリカにもいたのでしょうね。ということにな,るなります。なあち、これらの人たちは、これらの絵を描いた人たちは、火星からのエイリアンということになります。そして、人間よりははるかに利口であったにしても、いわゆるロークラスのエイリアンであったということなんです。ですから彼らは、 道路標識を必要としたんですね。まあ、エイリアンの世界ではですね、こう言ってるんです。おいたちは低層階級だからな。だから高度なテク,テクノロジーは持ってないんだよ。また作れないんだよ。またな、その高度なテクノロジーを交換することはエイリアン同士では固く禁じられてるんだよな。人間の皆さん、エイリアンが簡単に血を与えてくれるなんて思っちゃダメだよ。と、火星からの エイリアンはそう言いました。ということで、今日の話を終わります。楽しかったですかそれでは、Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! In 2003, a team of researchers published a report in the journal Science titled Mars-like soils in the Atacama Desert, Chile, and the dry limit of microbial life in which they duplicated the test used by the Viking 1 and Viking 2 Mars landers to detect life and were unable to detect any signs in Atacama Desert soil. The region may be unique on Earth in the regard, and it's being used by NASA to test instruments for future Mars missions. Due to its otherworldly appearance, the Atacama has been used as a location for filming Mars, most notably in the television series, Space Odyssey, Voice to the Planet. 火星の土壌に最もよく似ている場所といえば、チリのアタカマ砂漠ということになります。火星探査機のバイキング1とバイキング2の実験もここでなされています。また、その地球らしからぬ光景は、火星映画のロケ地としても使われてきました。例えばその中には、BBC 制作の惑星旅行などもあります。が、それだけではないようです。UFO の発着台というニックネームを持つスマイパタ。 地座の地上絵の中の人物像、それにアタカマジャイアンツは皆ある一点を示しています。それがこれから紹介するアタカマ砂漠の中にあるサラーデコイパサです。広し林、ハママセティジャパン。では画面を見ながら説明します。まず最初にスマイパタです。UFO の発着台というニックネームを持ちます。 この UFO の発着台にサラデコイパサから線を引きますと、まあ、この UFO の発着台と言われている、まあ、日本の滑走路に正確に重なります。これがまあ岩盤に掘られた日本の直線ということになります。次に地座の地上絵です。えー、地座の地上絵には二重枠で囲まれた人物像が描かれています。 二重枠です。つまり、日本の大占領とコンセプトを同じにします。つまり、重要な地点だということですね。この二重枠で囲まれた人物像に、やはり、サラディコイパサから線を引きますと、正確にこの人物像を二つに割ります。次に、アタカマジャイアントです。アタカマジャイアントは、正確にギザのピラミッドナンバー2を向いています。その進捗線下に、サラディコイパサがあります。 アタカマジャイアントです。なあち、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その途中のサラデコイパサを示しているということになります。そして、ナスカラインです。ナスカにもサラデコイパサを示す直線がありますが、この直線はですね、えー、全長10キロにわたる長大なもので、途中で、まあ、この、やや上、やってきましたね。この十字路あたりまでは、やや、 左側にずれます。そしてこの十字路から今度はやや右側にずれます。まあ、この直線は皿でイパサを示していると私は考えていますけれども、このように途中でややずれるという点で、まあ、確定的ではありません。まあ、こうした直線は他に例のないと言いますか、あの、途中で折れ曲がる線というのは珍しいです。まあ、ともかくもこのラインがですね、私はほぼ、ラ皿でイパサを示していると思います。 他に10キロの長大なラインと言いますと、グランドクロスがあります。縦線は、ティオティワカンのすぐそばのポポカティ山を示して、ポポカティペティを示しています。10キロのラインというのは、それだけ重要、まあ、細くて長いですから、私のナスカ理論によれば、それだけ重要な拠点を示しているということになります。今、あの、画面全体がね、あの、右の方にずれましたので、このように見えます。 このラインですね。で、この、ちょうどこの道路があるところあたりで切れます。で、サラデ・コイパさんの話をします。で、で先ほど言いましたようにスマイルパターの、まあ、日本のラインはですね、えー、サラデ・コイパさーを示していると。そして、えー、地図の地上への二重枠で囲まれた人,人物像もやはりサラデ・コイパさーを示していると。 そして、アタカマジャイアントは、ギザのピラミッドを示しながら、その進捗線下に、アタカ、サラデコイパサがあると。このように、まあ、3箇所集まるわけですね。もう1箇所、まあ、このナスカラインはですね、今日は、まあ、全く重なるというわけではありませんので、まあ、一応参考程度に上げておきます。そして、この1点に集まるということですね。それがサラデコイパサであるということです。 ま、こうしてですね、サラデコイパタには何かがあるという、まあ、状況証拠が集まっていくということになります。で、かなり以前にそれに私は気がつきまして、古い動画を作りました。古いテクマ動画を作りました。それをこの後すぐに、あの、つなげておきますから、まあ、参考のためにご覧ください。ただ山の名前を間違えていること、あいます。これがサラデコイパサです。えー、続くビデオの中ではですね、 えー、サバヤザンをですね、サラデコイパサト示していますけケドそれは間違い、写真が間違っているということです。そういうことも、ご留意の上、どうか続くビデオをご覧ください。バイ、フォーナー。Hello、this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.It's my great pleasure that I can introduce you the Alien's Homeland. This is uh, just uh, simply a matter of you, whether you believe in me or not, but I don't care if you don't believe in me. And this is Atacama Giant, or my name is uh, Atacama Giant. I'd like to talk about my homeland, he says. Okay, this red line comes from uh, Giza, Egypt, straight directly from uh, Giza. This red line uh, passes over through. Uh, this Atacama giant. And this uh, line from the left top is from uh, Pumapunku, uh, uh, Tiwanaku. And here is a map of around here. i show you this fact. This is a line from uh, westpode at the angle of just 45.00 degrees the line just comes to near to atacama giant and this line comes from giza red line show that line from giza directly and this is naska and uh, this is puma punku tiwanaku puma and the angle between here uh, 90 degrees 90 degrees just 90 degrees and uh, atacama giant is here right and uh, these are fact. Uh, then why don't you accept this fact? I show the evidence. This is a Giza, Atacama, and I draw a line from a Giza to Atacama Strait, and. The line comes up here at the head of the Atacama Giant. And watch, watch here very carefully, right? The line comes from Giza, and this line comes from uh, up here, and this is uh, Atacama Giant. The line really, really uh, passes over the Atacama Giant straight. Why don't you accept me? He says. Just near the Atacama Giant, there's another line pictures about uh, 330 meters away. Line from Teotihuacan, Have a look at this. Watch here. Okay, the line passes over here. This uh, runway, just uh, you uh, as a like a uh, runway. long uh, uh, way, right? This is a uh, runway. And near. Atacama giant chili not in Peru not in Nazca and have a look at this again right and and I will show you another fact okay my homeland okay I'll show you my homeland this is Nazca in Peru have a look at this yellow line from Samaria near Atacama. And the line we can find a r line here in Nazca again. This is very important. That means this line indicate the direction to the somewhere or to somewhere which is very important for them or for human beings both. Again, okay, you make sure yourself. That this line is very important, and this line is uh, somewhere, and it's got a line here in Nazca. Okay, again. And again. So, I have repeated many, many times like this, but still, many people don't believe in me, right? hello uh, my, uh, my name is atakamal giant i am from somewhere is in Nazca, somewhere which is very important for us you will know the somewhere is what we, where is the somewhere is very soon then before that please accept me he says okay i will show you one more fact Have a look at this blue line, right? The blue line from the left top crosses uh, over me at an angle of just 45.0 degrees. Very sharply, 45.0 degrees. And this line comes from uh, Pumapunku. Pumapunku, okay? Pumapunku to Anaku and Nazca. Also, Pumapunku has got a, a line in Nazca. And the, the angle between them is 90.78. That's about just 9 degrees. And it is within the error of mistake. And also Pumapunku has got line in Nazca. I'll show you, says he. This is Nazca again. This line comes from Pumapunku to Anaku. Have a look and watch here very carefully. Watch here very carefully. And the line come... Okay, you can find the line in Nazca. Again, 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 I'll repeat it again. Bef until you accept me, and you ac until you believe in me, right? Again. Again, I draw a line on the line in Nesca. Again. This is a line from Puma Punk, uh, Tiwanaku again and again and again until you accept me or why don't you accept me now eh? now because many people say that, or most of you do not accept me or say here or she these are just coincidences coincidence coincidence so many times and so how many times should I repeat these fact to tell you these fact again and again and again and again right until you accept me? Or you should accept me before it's get too late. I mean uh, if you don't accept us, we can't accept us accept you, said Atacama giant. At the end of the story where I'm standing here, right? Because I am a road sign to my home as well as to Giza, Egypt. Okay, do you know why I am here? This is a mystery, right? But I will show you why I am here. Look at this map again, right? And this uh, green line comes from Aspore, uh, and red line comes from Nesker, and white line from uh, Pum Pum, and yellow line from Nesker. And have a look at it here, right? Cross point here. This is my homeland on the uh, on Earth, on the Earth. OK? And you will know what it is at this crossing point. OK, Before that, uh, this homeland is very important, as I told you. This is the somewhere, again, right? My home, my home and, uh, on Earth has got a line, as I showed you. This is the somewhere, right? Right? Again and again. 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 Now are you satisfied? Okay. Now this is a somewhere. This is a somewhere. Okay. Here. Atacama is here. Line from Atacama together. And here is our highest uh, uh, mountain around here. Here. This is my homeland. though I don't care if you don't believe in me, says the giant. This is a mountain where I live, says he. Okay? Beautiful mountain. So I Takama Giant says it is a matter of you whether you believe in me or not, though I don't care you don't believe in me. And at this end of the video I like to tell you about my homeland, real homeland. Wikipedia says as follows The soil has been uh, compared to that of Mars. Did you know this? For filming Mars scenes, oh yeah. And also it says about Mars. Mars-like soils in Atacama Desert, Chile, and dry land something something, and Mars Marslanders to detect life, right? And also, it says. Mars-like Earth environment, and found that they missed present signs of life in soil samples from At 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 Dry valleys, Atacama Desert, something like that. So atacama Jan says, "I like this place very much because it looks like my homeland on Mars." I don't care if you don't believe in me," says he. This is Atacama, beautiful land. Mars-like land, I believe. Beautiful land. See you again. Bye.